2023年、3月、今日は13日かな、ちょっと見てみますね。15日でした。こういうことです。今回は、蓄電池に関しての、バッテリーに関しての回収、基本的に車関係とかは大丈夫だと思うんですけども、電気自動車とかは。こういう、ソーラーパネル、ポータブルのソーラーパネル、こちらが蓄電池なんですけども、こういったものがね、インターネットとかで、手軽に買えると。あと、キャンプ用として基本的に、掲載されてるんですけども、結構な容量の、家庭用バッテリーというか、そうですね、ちょっと今探してます。ちょっと待ってくださいね、もうすぐ。出てくるんで、ちょっと小さいんですけども、こういうふうなものですね。コンセントとかがついていて、ごめんなさい、画面がどこ行った、いろいろものにもよるんですけども、容量結構とか、結構蓄電できるものは蓄電できます。例えば20万30万するようなものとか、こういうふうなものですね。持ち運び用、災害用としても機能するかと思うんですけども、こういうものも家電量販店とかでね、引き取ってもらって、買い取るような形でもいいかと思うんです。大事な資源ですからリサイクルできるんですよ。だから燃えないゴミで捨てられるぐらいだったら、回収したいんで、お金をちょっと出してもらってでも、回収すると、こういうふうな方向性で、世界中の方たち動いていただけますか。早めに電気自動車化の世界に、シフトチェンジしなかったら、未来へ向かって多くの、石油を、残すことができないで、多くのエネルギーを自然再生可能エネルギーでほとんどの国が 100% 目指して、ここ10年間の間に死に物狂いで頑張らなきゃなんないというのは、今の世の中の現状です。蓄電池のご提案、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。